将棋公式サイトがボーボーボーみたいと話題です。アニメ20周年を迎えたボーボーボーは様々な企画が行われ、以前のアニメを高画質にする企画では1話が公開され、開始3秒で前回のあらすじを行ったことで、1話であらすじを紹介するボーボーボー大好き、初手1話からあらすじをぶっ込む斬新さ、懐かしさを与えたり、親子世代が一緒に視聴した際は存在するはずのない前回のあらすじや不条理すぎるギャグバトルにより、我が子が今ボーボーを見て洗礼を受けていると言われるほど、一般的な企画でさえ相手を狂わせるボボボボボボボなんですが、以前に連載3回記念突破で行われた投票が存在しなかった人気投票の結果が、多種多様なボボたちと様々なタイトルを保持する日本将棋連盟の公式サイトの藤井聡太さんたちと全く同じではないかと話題となったことで、めっちゃ笑った、順当な順位、お互いにセンスありすぎと面白すぎると大興奮される方、さらに日本将棋連盟の公式サイトの藤井さんたちもボボボ人気投票のボボたちと同じようにビジュアルの違う共通点も一緒だったので、藤井さんボーボー説も噂されていました。ちなみに権利上見せていいかわからないのでモザイクしますが、こちらの方がボーボー人気投票を絵で描いたものも話題となった一つの要因みたいですね。そんな話題となった藤井ボーボーさん、ボーボー同様狂ったことを行うことで有名で、先日将棋界の頂点であるタイトルを全て手にした八冠独占を成し遂げられたのですが、こういった大きな藤井ボーボーさんニュースの際、日本将棋連盟サイトのアクセスが非常に多くなるため、史上最年少の初のタイトルを獲得した時はサーバーをダウンさせ、藤井さんが6冠を成した時もサーバーダウンを繰り返したのですが、先日の異様ともいえる八冠独占の際はサーバーはダウンしていなかったようで、藤井さんはネット界を強固にする影響も与えてるかもしれませんね。では前人未到の八冠独占、将棋を知らない私を含めどのぐらいすごいのって疑問が生じる人もいると思います。すごく分かりやすかった例えが、ピッコロ大魔王を倒した頃の悟空がベジータ、フリーザ、セル、マジンブー一気に倒すぐらいすごい、もはやありえないことって言えるほどの出来事で、そんなありえない藤井さん、小説の竜王のお仕事とよく比べられるのがテンプレなんですが、連載開始当初は16歳で将棋のタイトル竜王を獲得して子供プロ棋士が活躍する話ということで、将棋を舐めてる、現実感がない、将棋ファンタジーと散々の言われようで、そんな中リアルで最少年でタイトルを獲得した藤井さんが現れ、ありえない将棋物語から次第に藤井さんの予言書と呼ばれるようになり、どっちが偉業を成し遂げるのか、ファンタジーとリアルの戦いが勃発し、藤井さんがタイトル2冠を獲得の際、竜王のお仕事の主人公はまだタイトル2冠に挑戦中ということで、その際の話の13巻の帯が現実に負けるなとなり、14巻で主人公がタイトル2冠となり藤井さんに追いつき、その5ヶ月に藤井さんがタイトル3冠目を獲得してまた追い抜いたことで、結局現実が一番面白い、フィクションを超えた、小説よりヤバくてヤバいと言われてきた作者白鳥さん、先日タイトル8冠独占を達成したすごすぎる藤井さんに対して X でつぶやかれたことをまとめると、現実感なさすぎる異業を成してそれで面白くなる将棋界ずるいということで、藤井さんにはいろいろともうすごすぎるあまり怖さを感じますね。面白いと思ったらいいねやチャンネル登録お願いします。